さか、あの CD の曲がマリナさんの作った曲だったとは。正直言って驚きました。私も驚いたよ。まさかこの CD をマヤちゃんが持ってるなんて。今回のフリマ巡りは本当に大当たりでしたよ。お気に入りの CD プレイヤーも見つかったし、さらにはマリナさんの曲にも出会えましたからね。けどユキナ先輩、あの曲がマリナさんの曲だってどうして分かったんですか？昨日あの後練習に来たら、マリナさんがあの曲のフレーズを口ずさんでいることに気づいて。昨日は新しい機材が入った日だったから、つい気分が乗っちゃってね。私、マリナさんが作った曲ずっと聴いてみたかったから、それが聴けて本当に嬉しいです。私も想像していた通り、いや想像以上に素敵な曲で本当に感動しました。そう言ってくれるのはとっても嬉しいけど、なんか恥ずかしいな。恥ずかしい？だってずいぶん前に作った曲だし、まさかみんなに聞かれるとは想像もしてなかったからさ。だけど曲自体は気に入っているのよね。そうでなければあんな楽しそうに口ずさんだりしないわ。まあね。この曲はとても思い出深い曲だから。差し出がましいお願いなんですが、その思い出というのを聞かせていただけませんか？どんな思い出が詰まったらあんなにいい曲になるのか、自分とても興味があります。きっと素敵な思い出なんでしょうね。私も聞きたいです。前にサークルのイベントでライブをした時に聞いた話、今でもすっごく覚えてます。私もマリナさんが組んでたバンドの話もっと聞かせてください。別に話したくなければ話さなくてもいいのよ。大切な思い出であればこそ胸の中にしまっておきたくなるものだと思うわ。ありがとうユキナちゃん。だけどみんなには聞いてもらいたいかな、私の話。ただここだと他のお客さんの迷惑になっちゃうから、ちょうどエースター空いてるし場所変えようか。私スタジオ押さえてくるね。そしたらどこから話せばいいかな。私が昔みんなみたいな5人編成のガールズバンドをやってたのは知ってるよね。一応プロも目指してたんだけど。はい、それは伺ってます。この曲はね、そのバンドが解散するって決まってからみんなで作った曲なんだ。え、解散が決まってから？うん、バンドの解散が決まって最後にもう一曲だけみんなで作ろうって話になってね。それまで応援してくれた人たちへのお礼のつもりで、友達とかよくライブに来てくれてたお客さんに配ったんだ、その CD。 それが巡り巡ってマヤちゃんの元にたどり着いたのかも。不思議なことがあるもんだね。なるほど、そんな貴重な CD だったんですね、この CD は。結局その曲をライブで披露することはなかったけど、私たちのバンドのいろんな思い出が詰まった曲って感じかな。ところどころに入る物悲しいニュアンスはそういうことだったのね。やっぱりバンドが解散しちゃうのはとても寂しかったから、そういうのが自然とね。マリナさんすみません、そんな悲しい思い出が詰まってたなんて知らなかったから。私、違うの、誤解しないで。この曲を作った時は本当に楽しかったんだよ。バンドの解散は決まってたけどすっごく楽しかったの。そうじゃなかったら楽しい気分の時に口ずさんだりしないよ。解散が決まっていたのに楽しい、どういうことですか？なんて言うんだろう、前にもかすみちゃんたちには言ったかもしれないけど、バンドの解散が決まる前はね、みんなで演奏してても全然楽しくなかったんだ。
楽屋でもバンドのメンバーともあんまり話したりしなくなっちゃって、お互い変な距離を感じてたりね。けどね、バンドを辞めるって決めたらすっと肩の力が抜けた気がした。もうプロを目指さなくていいんだって思ったら、なんかすごくほっとしたような気持ちになったの。ほっとした気持ち？うん、多分それくらい心が疲れていたのかもね。なるほど、なんとなく想像はできる気がします。やっぱりずっと全速力で走り続けるのは大変なことですからね。でね、その時にみんなで作った曲がこれ。なんか初めて曲を作った時と同じ気持ちだったな。余計なことは考えずに、ただただ音楽を楽しめた気がした。それまでぎこちなかったメンバーとも久しぶりに笑い合いながら曲を作ったよ。本当に楽しかったな。それがあのシンバル、そしてその後の転調、新しい世界へ飛び込んでいく希望へとつながるわけね。うん、そういうこと。やっぱりユキナちゃんは何でもお見通しだな。みんなこの曲を胸に新しい世界へと進もうって思ってね。ああ、なんかごめんね。そんなにしんみりしないでよ。すごい話聞かせていただきましたね。マリナさん、ありがとうございます。ううん、お礼を言いたいのはこっち。みんなで曲を作ったあの時の気持ち思い出せたから、ありがとうね。ずっと聞きたかったんですけど、この曲のタイトルは？タイトルは